お晩でございます。荒川夫婦です。今日はですね、なんと支笏湖にやってまいりました。はい。こんな支笏湖、夕暮れの支笏湖でございます。今日はですね、支笏湖で行われている冬のお祭り、支笏湖氷燈祭りを見にやってまいりました。はい、とってもライトアップされてて素敵な幻想的な世界が広がっているので、とても楽しみにしております。寒いですけれども頑張って行ってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。苫小牧の私たちが大好きなボアンカオにやってまいりました。ここのケーキがすごく美味しいので、ボアンカムセットのね、ボアンカムセットにしてハーフサイズのスパゲティやドリアとドリンクとケーキがつくセットですね。ケーキがね、ほんと美味しいんですよ。ドリンクはブドウジュース、妻ちゃんはグレープフルーツジュース。グレープフルーツジュース、この昭和感ある店内、そしてかかってる BGM が、ほぼほぼずっとね、サザンがずっとかかってるで、時々大きい用水とかがかかる。今の気温は0度？0度だけどまだあったかい方なのですが、寒い。やっぱりね、寒いね。やっぱりあれね、湖畔からの、あの湖からのさ、風が冷たいんじゃない。体感温度はマイナス5度ぐらいに感じてます。はい、氷燈祭り会場着きました。支笏湖を背景にこんな氷のお祭りです。氷でできたトンネルとかなんだよね。この氷は支笏湖の水を使って、ね、そう、組み上げてこう、ね、かけて凍らせてって、こういう氷像を作ってね、中通れるようになって、ちょっと行ってみましょうか。大人2人です。ここは入場ゲート、入場料500円。氷の美術館って書いてるね。2月25日までやってますよ。結構長い期間やったね。はい、会場の中入りました。こんな感じで、こんな感じで、ね、ライトアップされて、ね、綺麗だね。これさ、氷がさ、あの湖の水で使ってるからさ、透明じゃないんだよね。若干青みがかってる。そう、青みがかってるの、氷が。だから綺麗なんだ。いかにも寒々しいですが。すごいね、氷の柱。ね、これちょっとずつ水かけて作るんだよね。あ、すごい、すごいね。鍾乳洞のなんか、あのなんだかみたいな。氷です。全部氷だ。氷。全体像ですね。涙出てくる、寒くて。
あ、支笏湖が一望できるんだ。夕日が、うん、もうね、日が完全に沈みかけてますね。沈みかけてるね。もうほぼ真っ暗だけど。今何時？時間が17時15分。だいぶ日は長くなったけど。あ、ここも綺麗だね。昨日、今日と暖かかったから昼間。見えますか？逆光だけど見えますか？こんな顔してんの分かりますか？なんか雪の降らないさ、うん、ところのに住んでる人とか国の人ってさ、やっぱりこういうの珍しいのかな。そうだろうね。雪自体見たことない人たちがいっぱいいるんだね。すごい大渋滞。いや、顔が、鼻がそう、鼻水垂れてくる。寒くてね、いやまだそんなに風もないから穏やかな風ないから今日はねまだいいよね、うん、全然見るには、ね、とてもいい日にちだと思うんだが、うん、今ねここね会場来る途中にね鹿がいっぱいいたね。そう、すごいたくさんいた。道路脇の山にこの支笏湖の周りはね鹿がいっぱいいるんですよ。食べ物探して、ね、うん、群れで。魚だ。何飾ってんだろう。お魚が氷の中に閉じ込められて展示しています。氷のシャンデリア。氷のシャンデリア。寒いです。寒い。寒い寒い寒い。鼻真っ赤。さすがにね、耳もね、痛くなってきたよ。帽子かぶってないからね。これかぶればいいかね。怪しい人、怪しい人。着光。おお、氷のトンネル。あ、溶けてきてる。溶けてね、垂れてくるじゃん。すっごい当たると。でもこれがまたあのあれなんだよ。これからね、夜になってさ、気温が下がっていくとさ、これがつららがこうまた形が変わってしまは何台？なんか飲める？カフェ的？あったかい飲み物があったらいいな。オニオンスープ。あったかいオニオンスープ。あったかいオニオンスープ売ってました。500円です。いただきます。うん、おいしい。あったかい。うん、温まる。温まるわ、これは。いただきます。寒っ。じゃあ、こうしよう。ああ。手温まって。温まる。ね、寒いところで飲むから余計、うん、しみる。おいしい。あ、
火だ。火炊いてる。火だ。火です。ああ。お、お賽銭箱。なんか、なんて書いてるこれ。木。え？なんて書いてる。読めない。なんとか神社。上から。パンパンで。鳥居。氷の鳥居。鳥居だ。氷の湖みたいな感じ。ね、こうふた池みたいな。一通り見終わりまして、そんな大きい会場じゃないけどね、はい、すごい綺麗な、うん、綺麗です、ね、やっぱり冬ならでは、北海道ならではの感じ、うん、ね、幻想的だし面白い、ユニークな部分もあったり、温かい飲み物が飲めたり、いい、なかなかいい感じです、ね、このもう寒さも楽しむ、ね、みたいなね、そういう感じ で、はい、来ていただければ、うん、経験ない方一度経験してみてはいかがでしょうか、うん、これあの毎年やってるんで、まあ、今年は無理でも来年再来年、うん、機会があったら、ね、ぜひ来てみてほしい、はい、お祭りの冬のお祭りの一つだね。そうだね、うん、雪祭りとね、支笏湖氷濤祭りと旭川、うん、旭川にもあるね、冬祭り、なんだっけ、うん、雪祭り、うん、なんかいろいろね、北海道には冬のお祭りいっぱいあるんですけど、その中の一つです。でもね、あのまとまった期間でやるんだよね、近い期間でさ。そうだね、ね、うん、だからあのはしごすることも可能かもしれません、うん、北海道に来たら、うん、あのお祭り行って、このお祭り行ってってね、うん、はしごできると思うので、うん、ぜひ機会が、ぜひいらしてみてください。じゃあ帰りますか。はい、寒いね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃん。寒い。鼻垂れてわや。コツコ。しっこ。